韓国の一人の食事はちょっとハードル高いな、言葉わかんないから。そんなことないですよ、日本語わかる全然韓国語でしょ。一回だって韓国行ったらメニューがもうさ、ハングルだらけで、もう何が何が。あ、でもハングル語はね、慣れると読めます。みんなそう言うよね。さで、はい、文法も日本語に近いから楽とかさ。そうあれがね、ダメ、ダメっていうか、要は母音と子音の組み合わせさえ覚えちゃうと、意外とあ、そんな書き方なんだみたいなのがあって、これちょっとね、嫌いわずに一回ハングル文字のこう読み方みたいなページをウェブページで見てもらうとあ、こんな簡単なんだと。いや、それはね、だからやったんだって。あの、もうま、だってまず俺はね、あれだよ、ハングルを覚えましょう本買って、うん、音も聞かなきゃダメだと思ったから、まず CD 付きの買ってで、それね、マキョンさんっぽいなと思いますけど、その学ばなきゃ感を出すからダメなんですよ。ああ、もっと気軽に行けってこと。そうで、これは人に教わんなきゃダメだと思って、今度池袋西部に入ってるカルチャースクールに韓国語講座、体験講座で入ってさ、勝てなやっぱり、うん、したら、あの、やっぱりみんなもっとこうやる気のある人たちなわけよ。まあそうですね、せめてその 1,2,3,4,5 数は10まで数えられますとか、私は韓国が好きですぐらい韓国語で言えるとか、俺何にも知りだわらないって言ったら、もうその差を歴然と感じてしまってさ、この、わりかしこの久々にこう、ほらマジック教える側にはなって立つことあるけど、自分がこっち側に座ってお願いしますのかっていうのが、ほとんどなくてさ、そしたらもう、あ、やっぱりそのオスゲール側の、あ、もう自分は構わないで先進んでくださいっていうこの気持ちが分かったねもういいですか、ちょっとダメだと思う俺、まあ、今ハングルは読めると言ってますけど、ハングル語っていうか韓国語喋れないんです一切。読んだら分かる、読むことしかできないです。その読んだものが何という意味かまでは知らない。ああ、じゃあ音をアウトプットできるっていう。そう、ハングル語を音にアウトプットできるだけで、俺の、まあ今は違いますけど、初めて行った時に唯一喋れた、言葉がソジュ花チュセヨほうだけなんです。全然わかんないな。これ何かっていうと、ソジュって、焼酎です。ソジュって、まあ要は焼酎の水割りしたものが瓶に入ってる、で、花が2ってことです。で、チュセヨはお願いします。まあ、だから日本語と語順一緒で、ね、焼酎2つお願いします。だから俺焼酎は2本しか頼めないんです。一人で行っても何人行っても2本しか頼めないんです。それはいい話だね。ちょっとね、5人ぐらいいても2つしか頼まないのかよっていう。そうだからちょうど行った時のメンバーが必ず2本頼んで、みんなで飲んで足りなかったらまた注文するみたいなのを繰り返すので。だってロスもそうじゃないですか、若い頃に、その一人で行かなきゃいけないとか、一人で暮らさなきゃいけないっていう時期が、キャスリーってあったりとかした時に、だ、何か喋れないとできないわけじゃないですか。あれ今にして思うと、なんであの時あれ切り抜けられたんだろうなって思うよね。わかんない。俺未だに覚えてるのが、初めて行ったのが、引率なしだったんですよ。で、若い女の子一人と、俺より先輩だけど英語できない人の2人を連れて、18歳ぐらいの時じゃないですかね。18、 いや、もっと下だな。入院してた時ですよ、彼女。はいはい。に、後から行く形で行って。結構18じゃ重いミッションだね、それは。で、まあ、とにかくマジックホテルに行けば秋元さんがいるから。はあ、なるほど。っていう話なんですけど、俺あの時にもうカルチャーショックというかびっくりしたのが、ハリウッドって日本人が言っても通じないんだってことを痛切に感じたんです。500回ぐらい言いましたけど1回も通じませんでしたからね。400回目ぐらいには書こうかなって思わなかった。ね、正確には7回目ぐらいでも書いてました。ね、俺がそのこの、まあ、マジシャンとしてロスに行った人生の中で言葉のワードでつまずいたのはハリウッドとビバリーです。今でも忘れないようにな。ビバリーはあれですよ、マジックショーで、あげた女の子の名前がビバリーで、俺が100回言っても通じない流れで、もういい、めんどくさい、お前はジュディだっていう、あの、もう日本人の典型的なコントみたいなやつです。スティーブかなんかの奥さんにファニーだって言われてますけど。あ、英語はね、そう、一個ね、未だにあれなのが、ほら、否定形で聞かれた時に日本語
攻的なメンタリティだと、日本イエスをノーで答えるじゃないですかね。あなたの言ってることをその通りですよっていうのをはいと言ってしまうから、コーヒーを飲んでいてさ、向こうからウェイトレスのお姉さんが来て、おかわりいりますか、いらなかったからいらない、いらないのって聞かれるわけよ。そうですね。おそう、あなたの言ってる通りですよって言って、英語慣れしてないときうっかりはいって言っちゃうとさ、こうザーッと、そうですね、飲んでる最中でちょうどいい頃合いの砂糖加減のところでブラックガーンって入れないってことありますよね。あ、もう一個あるんだけどな、話がちょっとな、いいや、その話が。あのね、もうまあ多分全部使うんでしょうけど、使う使う、この二人の雑談はね、放送に耐えられないですよ。さっきもちょっと話しましたけど、普段話してる内容の大半はちょっとおもんばかる話が多い。そんなこと言ったら、普段お前ら何話してんだっていう話になるじゃない。それだから政治の話とかね。ああそうですね。うん、ちょっとこうやっぱりね、俺ほら特に失うもんないんで、全然今名前とか言っても大丈夫なんですけど、やっぱりこう下水話が多いですよね。いやアカデミックな話とか、アカデミックな話ね、マジック界の今後はどうあるべきかとかね、そんなこと話したこと一回もないですよ。演技論とか全然話したことないです。あ、ほらうっかり吉郎さんの時にファイルナンバー01ってやっちゃったから、うん、2桁いかないとこうね、01って言ってるんですよ。2桁行く前にもう吉郎さんとか俺二度目登場はやばいと思います。2週とか、だから2週目が、だって2週目の吉郎さんが07とかっていうことでしょ、うん、そうそうそう、それきついな。でもほら、吉郎さんの回は01じゃなくて、ほら吉郎さん2回に分けた時は0102だから、これずっと長く話してたらもうこれだけでさ15とか言ったらさ、とりあえずこう、そうですね、2桁の意味は、それなんか水増しにも程がありますよ。逆に言うと、これ0102、例えばじゃあ俺03になりましたと、なんか別の若い子と話した時に01だったって終わっちゃうと、それ逆に問題ありません。あ、会話がなんか弾まなかったみたいな、ね、そうそうそう、よくないと思うんですよ。まあでもそれも含めて、あ、この秋元は今この人とはこれくらいしか話すことがないんだなっていう、それをこう見返した時にこの放送を見たこれから撮影する子がもしいるとするならば、すげえ頑張ると思うんですよ。なんか3分ぐらいしか経ってない、はい終了、お疲れ様です。なんだったらもうちょっとここに紙とか忍ばせて話す内容とかなんかリスティングする可能性あります。ああねえ、いやー今画質、まさかのビデオのアダプター切れる事件。いやーだってさ、そんなに長く話すと思わなかったから、バッテリーちゃんと持つつもりでいたい、もう30分も話してたんで、多分30分以上話してると思いますけど、うん、問題は最後の俺のなんか放送禁止的な用語が収録されてるかどうかによってこの後の流れがちょっと違うんですけど、入っていても入ってなくてもとりあえずそこは使うか、使わないでもらえますか。これ2週目また回ってくる可能性ある、人がねやっぱりね、いないので、なるほど、おそらくあるでしょう。じゃあ2週目はまた違う場所で、ああそれこそさっきの話じゃないですけど、バーでやりますか、バーで。どっか許してくれるところがあればね、探しますよ。本当？はい。でそこにだから、最近先に入っててこうちょっと軽くグラスを傾けてる時間、その時間を過ごしてもらって、それはね頼めるぐらいのお店だから知り合いなんで大丈夫です。あーそっか、うん、そうだな、これ締めるのがねあんまり難しいんだよね、生地テーマに沿って話をしていないから。あこれなんかもうこのまま喋りながらこうして2人の夜が更けていくのであったみたいな、フェードアウト系でいいんじゃない？でもいいかな、なんだったらみんなが一番聞きたい話をそろそろするかなってところでスパンって切っちゃう。あなんだろうね、これがさユーストだとさまた皆さんさよならとかやらなきゃいけないけどそうじゃない。でほらあと入ってくるじゃん、なんか質問とか、あれでなんかこう聞かれたら嫌な質問とか来るとさ、こう聞こえないふりとかさしないといけない、ちょっと今ネットワークの調子がみたいな。だからここから俺らがじゃあ昔話をする流れにすればこう安定しやすい、初めて会った頃から、そうそうそう、秋元さんに俺がジャンボコイン見せてくださいって言ったら、はいって言ってジャンボコイン出した頃の話をし始めると、うん、こうなんかまああのあれだよね、周り的にはほらその今の佐伯があんまり明言しなかったけど、うん、そのアメリカに最初来た時のこれ、そうですね、行けば秋元さんがいるから
って言ったんだけど、そのアメリカなんでそういう状況になったのっていうのをこう詳しく説明するとさ、そりゃちょっと気になるんだよね。